すごいですね、なんかね。このちょっとアーケードチックな、このイルミネーション。ハンバーガー食べれるということで、ハンバーガー、やばいのが食べれるということで、ちょっと今日お邪魔しようかなと思うんですけども。くれたら分かるんですけども、小島ジーンズストリートにね、来ております。やばいっすね。これ手離したら、はい、というわけで皆さんこんばんは、始まりました。ですね、今日はね、まあ、この見てくれたら分かるんですけども、小島ジーンズストリートにね来ております。まあ、こちらね、あの繊維の、ジーンズがねすごい有名な場所として知られているこのストリートなんですけども、まあね、このジーンズ以外にもいろんなね様々な飲食店があるんですけども、ちょっと今日あのすぐそこに看板がありますんで、ちょっと見ていきましょう。今現在地がこちらなんですよね。まあ、こちら通っていったら、倉敷方面ことができるんですけども、今日はこちらからね、ちょっと入ったところに、なんだろうな、小島ではなかなか、小島というこのジーンズストリートでは珍しいね、バーがあるんですよね。だいたいこの辺のお店って4時16時ぐらいには閉まるんですよね。もう真っ暗になったらやってるお店って言ったら、まあ、居酒屋さんとかなんですよね。居酒屋さんでも、その中でも普通にお酒が飲める場所があるので、ちょっと今日はそちらの方に、ね、行ってみたいなと思います。ちょっとね、一つ気になるところがあるんですけども、この自販機ちょっと見てください。隣ですか、このジーンズにちなんだものを売ってるということで、見えますかね、こっちちょっと近づけてみてください。このキャラクター巾着とか、迷彩の、あ、迷彩ですね、迷彩のなんかそういう衣類系のね、コインケースとか、ジーンズに合わせてジーンズーと、ジーンズの動物園、あ、ズ動物園ですね、はい、ですね、それを合わせて作ってるという。ですね、いや、もうおそらくね、もうちょっと分かりにくいかなっていう感じでもあるんですけども、最初の通り、2通り目ですか、2通り目というか、1通りの交差点過ぎて路地ですね、この路地になってます。すごいですね、なんかね、このちょっとアーケードチックなこのイルミネーションが輝いてますけども、ちょっと今日はこちらの方にお邪魔しようかなと思います。はい、というわけで、ね、こちら今日行くところはバックヤードさんなんですけども、まあ、いろんなねこういう感じのあるんですけど、ちょっとよくわからないですけども、今日はちょっとこちらでね、なんかハンバーガー食べれるということで、ハンバーガー、うん、何なんだというか、まあ、いろいろなんかメニューがある中で、なんかちょっと変わったハンバーガーというか、やばいのが食べれるということで、ちょっと今日お邪魔しようかなと思うんですけども、営業時間がこちらになってますね。ランチもあるんです。決まった時間なんですけども、だいたい夜はこういう感じになってます。はい。それではちょっとお邪魔します。メニューがこちらになりますね。これ、ビート&アルコールと。ということで、ちょっとなんかね、こういう感じで書いてます。はい、メニューがありまして、ね、こういう感じで、まあ、パラパラっとね、いろんなカクテルがいただけるわけですけども、はい、パラッと、まあ、雰囲気だけでも感じ取ってくれたらいいなと思います。まあ、お酒の量が多いですね。そうですね、お酒多いですね。うん、このね、ハンバーガーが、フードも結構っ、ね、しっかりしてますよね、うん、充実してますので。はい、というわけでちょっとね、どうしたらいいのかちょっと分かんないので、ちょっと店員さんに聞こうかなと、うん、お願いしてもよろしいですか。はい、改装されてから初めての、はい、また雰囲気がガラッと変わって、ちょっとね、コンセプトみたいなのちょっとお聞きしたいですけど、カ
隠れ家的な感じでプライベートでも落ち着いた空間ができるようにで客席も増えたんで。なるほど。確かにね、なんか結構もうスペースもねできてて、それぞれで楽しめる形と思ってるんですけども、はい、今日はそういうことじゃなくて、ちょっとなんかおちゃらけじゃないですけど、なんかすごいモンスターバーガー的な感じで食べれるメニューがあると思ったんですけど、こっちに入ってなくて、どうなってんだと、改装してしまって全て変わってしまったのかと思って、ちょっとなんかお願い。あ、全然、前まではやってたんですけど、ちょっと、いろいろな関係で、今、オーナーにお願いしてみるので、じゃあ、お願いします。お願いします。はい。OK が出たんで。大丈夫ですか？ありがとうございます。ちょっとね、どんな感じかまだわからないんですけども、モンスターってことなんで、もう、かなり、やばいというか、もうこの雰囲気には勝てるじゃないけど、なんかね、すごいインパクトがあるのかな。ちょっと期待して待ってます。はい、お願いします。はい。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。おお、やばいっすよ。これ手離したらアウトですよね。ちょっとアウトかもしんないですね。これ一人で食べるような感じなんですか？そう、一人で食べても大丈夫ですし、分けてもらっても全然大丈夫です。上から食うパターンもあるし、切っていく。ああ、なるほど、なるほど。みんな自由です。自由ということで、ちょっと、ね、どこから攻めようかなと思います。はい、僕もね、こういうね、キングサイズというか、モンスターバーガーね、岡山のオージーバーということで、ね、食べたことあるんですけども、食べましたね。食べ方的には、このね、この横しから行くのが正解になるのかなって、サイドからね。これ下まで繋がってるんですよ、この。繋がってます。あ、繋がってます。それでは早速いただきます。あ、届かないこれ。なかなかね、届かないんですよね、これが。うん、あ、美味しい。もうね、気づいたらもう口の周りね、こんな感じになっちゃいました。すいません、無理ですね。お見苦しいとこお見せしまして、まあ、ことに申し訳ございません。無理ですね。悔しいな。分けてゆっくり食べます、うん、いや本当にね、フレッシュな感じでボリューミーで、美味しくいただけました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。いや本当にモンスターバーガーというのは分かっていたんですけども、持ってきた時に竹串を刺して、すっごい長い竹串、これですねこれですね。これで保持しないと倒れちゃうっていう、こちらのバーガーなんですけど、もう一からね、作り上げてるということで、このパティもね、こっちで自家製というか、はい、ね、ですよね。で、まあ、すべてね、その雑なものが入ってないというか、もう本当に一からフレッシュなバーガーなんで、美味しくいただきました。で、まあ、こちらなんですけども、まあ、音楽に関係した、お店ということで、ビート&アルコールですね。そうですね。ですよね。それをコンセプトにしてて、で、こちらで働いてる方も音楽活動をやられてるということで、で、今日ね、キキムさんは、最近結構音楽の方に力を入れてるということで、初めての方もおられると思います。ちょっとね、自己紹介、もう最後になりましたけど、ちょっと自己紹介をして、今日、終わっていこうかなと思います。それではちょっと自己紹介をお願いします。B ブリッジのシキムです。LGBT をコンセプトに音楽させてもらってて、いろんな方に音楽を通して伝えればいいなと思ってます。これから温かい心で応援よろしくお願いします。 YouTube と LINE ミュージックなど各ミュージックアプリで、シキムの最近流行ってるもんなっていうことを調べてもらったら出てくる。あ、はい、最近流行ってるもんなです。はい、で、この今バックで流れてる曲も、これだっていう、そういうことですね。はい、はい、ぜひYouTube で、チェックしていただけたらなと思います。こちら iTunes とかそういうのもダウンロードできるんですか？できます。あ、わかりました。はい、ぜひこちら下の方に、ね、概要欄に載せてますので、ぜひ皆さんチェックしてください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。